限のスタミナを持つウズベキスタン、逆転を許してしまったが巻き返しなるか。反撃だ。この程度でうろたえよって。うろたえているのはお前だろ。致命的なダメージはない。もともとフィジカルの強いチームだ。これくらいでは潰れない。来た、チャンスだ。アスト君、焦る必要はない。ここまで同様、監督の作戦を続けよう。わかった。僕たちがやってきた作戦が効いてくる頃さ。さあ、仕上げといこう。皇帝の逆襲。全員速攻だ。必殺タクティクス、エターナルラン。みんな、どうした。どういうことだ。まだ気づいていないのかい。君たちはハマったんだよ、僕らの監督の策略に。なぜだ。どういうことだ。無限の体力を持つウズベキスタンがスタミナ切れだと。ライオンの狩りってどうやるか知ってる。ライオン、ああ。草食動物に足の速さで劣るライオンは複数で追い込んでいくという。そう、あの監督はフィールド上で狩りをやってみせたの。相手がスタミナ切れってどういうことなんですか。チーム全員が練習通りプレーをやってくれたおかげですよ。バトンタッチリレーの要領で相手選手を交代でマークし、プレッシャーを与え続けていたのです。今日の彼らはいつもの2倍以上走っているはずですよ。無限の体力ではなかったんですね。無限に体力が続くものなどいませんよ。くそ、俺たちがこんな。そろそろ終わりにしようか。何。日本ごときが波上がって、ここから先へは倒産。はい、先。遠藤守が不在の中、野坂優馬が完全に機能し、チーム全体の力を引き上げたようです。勝ったな、野坂。あ、病み上がりにしちゃ上出来じゃねえか。それほどでもないよ。だが、奴らがこれで引き下がるとは思えない。野坂優馬、戦術の皇帝と呼ばれた男。日本は強力な駒を持ったわけか。これなら日本のアジア予選突破は濃厚になってきたな。でも先はどうなるかわからない。なぜ負けた。サッカーをやらなかったからさ。なんだと。あいつらはやっていたじゃないか、サッカーを。俺たちはいつ忘れちまったんだろう。ダスト、お前。今回の作戦はリレー形式で特訓してたんだ。面白い発想だね。野坂優馬、ロッカーの中を調べさせてもらうぞ。
何ですか？おお、ちょっと。このケースの中身は何だ？え？起動の時と同じでか。何？ああ、それですか。チョコマーブルですよ。試合の後って甘いもの食べたくなるんです。あ、よかったらお一つどうぞ。チョコマーブルだと。お前、一体何をした？何のことかな。とぼけるな。ああ、そういえば後で気づいたんだけど、持ってきたチョコマーブルを間違えて君のロッカーに入れちゃってたみたいで。でもなぜか僕のロッカーから出てきたんだよな。まさかイエマ、貴様。ああそうだ、一星君も食べる？チョコマーブル。いらないか。じゃあね。日本代表の遠藤君だね。え、あなたは？少し時間ある？ランマイレブン。何ですか？月刊ワールドサッカーの人が俺に話って。ジャパンには一星君という選手がいるよね。はい。彼ってさ、ジャパンの中でも浮いた存在じゃないかい？いや、答えたくなければ答えなくてもいいよ。ただね、彼にはちょっとした過去があってね。え？計画の手順は分かっているな。確実に遂行するのだ。分かっていると思うが、君は我々に従うしかない。一星光の運命はお前自身の行動によって決まる。はい。ご主、一星君？一緒にいるのは誰でごす？何なんだこの大会は！これが FFI なのかよ！ああ、イメージしていたのとだいぶ違うな。次は誰がやられるんだ？ただいま！キャプテン、もう大丈夫なんですか？あ、よかった。心配しました、遠藤さん。心配かけて悪かったな。はじめまして、遠藤さん。うん？お会いできて光栄です。おお、野坂じゃないか。やっと復帰できたのか。お前がいれば百人力だな。ありがとうございます。僕も遠藤さんみたいなプレイヤーになりたいと思って努力しています。お前、点数稼ぐ系のやつだったのかよ。僕の言葉に嘘はないよ。へいへい。ところでよ、遠藤さんはこの大会をどう思ってるんだ？こんなものを世界大会って認めるのかよ。確かにこの大会は何かおかしい。そのことは監督だって調べてくれている。でも俺たちはサッカーをやっていくしかないんじゃないか。でもこんなんじゃまともな試合できねえだろうがよ。そうでもないだろう。現に戦ってきたチームはおかしなこともしてきたけど、ちゃんとサッカー強かったじゃないか。はあ？そんな奴らと出会って一緒にボールを追いかけられる、それだけでもすげえことだろ。大切なのは何ができないじゃなくて何ができるかってことじゃないのか。ああ皆さん、ごきげんよう。今日は皆さんに話しておかなければならないことがあります。皆さんはきっと不審に思っていることでしょう。 FFI の試合の違和感を。実は今回の大会にはいろんな悪い大人の事情が絡んでいるのです。やっぱりあんたなんか知っていたんだな。知っての通り、サッカーは世界有数のビッグエンターテインメントビジネスなのです。世界経済を左右するほどに大きい。そこに目をつけ、サッカーをビジネスとして徹底的に管理しようとしている組織があります。それがオリオン財団です。それが一星を送り込んできた組織ですか？
そうです。オリオン財団はサッカーにおける経済効果が最大限になるように試合結果をコントロールします。それによってサッカーをより大きなビジネスへと変えているのです。サッカーは勝負の世界だ。そんなことをできねえだろ。そこで動くのがオリオン財団のスパイ選手、オリオンの人たちです。スパイ？はい。彼らは時にチームの味方をし、時に味方のマイナスになる行動をとります。試合結果をオリオン財団が決めたプラン通りに進めていくのです。それ完全に八百長じゃねえか。つまり今まで不審なプレーをした連中がそのオリオンの使徒ってわけですね。そういうことです。じゃあそんなもん警察に何とかしてもらおうぜ。選手を怪我させてまで試合の行方をコントロールするなんてどうこしてます。オリオン財団は巨大な組織、警察ですら抱き込んでいる可能性があります。黙って見ているしかないってことですか？このままではみんなが危険な目に遭うんですよね。ですから我々はサッカーで彼らと戦うのです。サッカーで戦う？彼らがサッカーを支配できなくなれば強引な行動に出てくるでしょう。そうすれば彼らがやっている悪事の動かぬ証拠を手に入れることができます。つまり僕らが勝ち進んでいけばオリオンという組織のほころびをあぶり出せるというわけですね。さすが野坂君、そういうことです。んじゃ一押しは俺たちの敵ってことで確定だな。なら排除で決まりか。監督いいですね。俺は反対だ。一星は小さい頃に父ちゃんを亡くし一人ぼっちになったらしいんだ。どうしようもなかった時あいつを助けたのがオリオンだった。現場は国道246号線付近、乗用車7号を乗車3名の受け入れお願いします。うち1名は心肺停止。乗車3名了解、こちら受け入れ OK です。よかった。具合はどうだい？3日間も眠っていたんだよ。どうしたんだっけ。そうだ、車で事故に遭って。お父さんは？ねえお父さんは？はじめまして、一星君。君は優秀なサッカープレイヤーとしてのセンスを持っている。私たちは君を支援したいんだよ。支援？どうして遠藤さんはそのことを？サッカー記者の人から聞いたんだ。オリオンは身寄りのなくなった一星を助けた。だから一星はオリオンに逆らえなくなったということですか？それが本当なら俺たちで何とかしてやれるんじゃないのか。あいつが道を外れようとしているなら助けてやろうじゃないか。待てよ、かわいそうな事情があったら何をやってもいいのかよ。確かにそれだけで許しちまうのはな。それは待ちでごしゅ。え、一星君には悪の組織に従わないといけない事情があるでごしゅ。どういうことだ。実は一押し君の弟の光君と文通してたでごしゅ。ごしゅ？これは光という名前で字も綺麗で、つい最近まで女の子と勘違いしていたでごすけど。弟だと？しかも文通？遠藤さんは一人ぼっちと言ってたでごすが、実は一星君には弟がいるんでごす。俺その事情を知ってしまったでごす。一星君の弟の光君は重い病気にかかっているんでごす。きっと一星君は光君を助けるために悪の組織の言いなりになっているんでごす。それに一星君が怪しい奴と会っているのを見たでごす。
その時の一押し君の表情は悲しそうだったでござる。俺思うんでござる。一押し君は大好きなサッカーを裏切っても弟の光くんは助けたいと覚悟を決めていたんでござる。本当は一押し君は誰よりもサッカーが好きな人なんでござる。弟一星光を救うにはアメリカの病院に移して専門の医者に手術をさせる以外にない。その費用を我々が工面する代わりにお前は我々のためのサッカーをやる。それが取引の内容だったの。はい。ならばお前に道は一つしかない。我々オリオン財団の指示に従い世界サッカーのビジネスに貢献することだ。病気の弟が人質ってわけか。だから一星君はオリオン財団の指示に従ってきたわけだね。だったらさ、一星を何とかして救おうよ。オリオンの奴らの手から。手術代なら募金という手だってありますし。確かに事情が分かれば打つ手はありそうだね。だけど大事なのは一星君自身の心を救えるかどうか。どういうこと？僕が見たところ彼は人質を取られて仕方なくやっているようには見えなかった。彼は自分がやっていることに耐えられず自分自身を悪人だと偽って生きているのかもしれない。だったらなおさら俺たちの手で一星を助けよう。それでこそチームだ。よし、みんなで一星を助けるぞ。だけど僕らが気づいたことを組織に悟られれば敵は一星君をターゲットにするかもしれない。じゃあどうすればいいんだよ。僕に考えがある。俺も兄ちゃんみたいなサッカー選手になりたいんだ。俺、兄ちゃんがいるから、兄ちゃんがサッカーを頑張っているから怖い病気と戦えるんだ。サッカーをやる兄ちゃんは俺の誇りなんだ。一押し、どこへ行っていたんだ？別に、買い物ですよ。弟のところか。お前は弟のためにオリオンに従っているんだよな。だったら何なんです？俺たち、お前の力になれないか？力？ああ、弟を助ける方法、他にもあるかもしれないぞ。ほっといてください。俺は俺の力で何とかします。誰の助けもいりません。一星、俺たちはいるぞ。俺たちはここにいる。お前が寄りかかりたくなった時、寄りかかれるように俺たちはここにいる。忘れるなよ。決めたんだ、光は俺が救ってやるって。サッカーやるのも楽しいけど、俺、兄ちゃんがサッカーしてるところを見るの大好きなんだ。だから兄ちゃんには頑張ってほしい。俺の代わりに兄ちゃんがサッカーやってくれれば俺は幸せなんだ。俺のサッカーなんてクソくらいだ。光、俺なんでサッカーなんかやってんだよ。俺の代わりに兄ちゃんがサッカーをやってくれる。それだけで俺は幸せなんだ。